はい、いらっしゃい、平和寺ってことでね、今日はね、昔懐かしい僕がね、子供の頃に食べたお好み焼きをね、ちょっと作ってみようかなと思います。お好み焼きはね、めちゃめちゃ苦手なんで、うまくできるかちょっとわからないんですけど、僕のね、子供の時は、2軒ね、お好み焼き屋さんがあって、カーヤというソース味のお店と、マスエサっていうね、醤油味のお店がありました。今日はね、その醤油味のマスエサのね、お好み焼きを作るよっていう動画、まあ見てる人もね、もう僕らの地域のね、僕らの年代より上の人ぐらいしかわからないと思うんですけど、とりあえずね、作っていきます。もうね、具材は全部用意してあるんで、今回ね、やっていくよ。まずね、こちら油をね、ホットプレートに引いておくからね、油をね、油を引きます。ちょうど今200度にしてあるんでね、いきます。で、小麦粉、卵とお水と小麦粉でね、ちょっとこれもね、あんま自信ないけどね、ちょっととりあえずやっていくよ。上手にいくか。あかん、これちょっと緩いわ。あかん、これ緩い。やり直し。なんだ、緩いな、これ玉あれだな。はい、じゃもう一回やってみますね。今ね、ちょっと小麦粉を足してきたんでね、適当にね、作るからね、難しいんだよね。ちょっと少なめに入れてみよっか。あー、流れちゃうな、でも。あかん、流れるわ。これ流れちゃうんだ。家が傾いてるから流れちゃうんか、こっちに。来ない。もう一回ちょっと粉溶いてくるんで、最初の一歩がまず進まない。はい、じゃあもう一回行ってみるね。流れちゃうんだよな。少し丸なら、いやいやいや、ちっちゃいちっちゃい。よし、とりあえずこれでやってみます。で、ここに最初にね、確かね、これ鰹節じゃねえわ、煮干しの粉多分入れてたんで、ここパラ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 っとね、多分入れとったと思うんだよね、こういうのをね、粉をね、こういう感じで。で、次に、キャベツだね。キャベツをこんな感じで乗っけてね、ネギもね、乗っけてたんだね、ネギもこんな感じで乗っけてました確かね。で、ここで生姜のね、刻んだやつをね、確かね、乗っけとったんだよ、こうやって、僕の記憶もね、ちょっと曖昧なんで、ちょっと間違っとるかもしれんけどね、見てるみんなも正解が多分わからないと思うんで、やっていっちゃいます。そこのね、マスエサのお好み焼きは肉入りがなくて、卵ありと卵なししかなかったんだよね。卵なしがね、50円でね、確か卵ありが100円だったと思うんだけど、僕釣りとか行く時によくそれを持ってね、食べに行った記憶があります。昔はね、そういうお好み焼き屋さんあったもんね、どこのとこでも。で、こういうね、せんべい、そこはね、こういうせんべいの割れたやつをね、ここにこうやっとったんだよね、こういう感じで割れたこういうせんべい。あとはちょっとしばらく置いといて、でこれ上に、かけるんだよね。で、次に、上からね、小麦粉をね、溶いたやつをこうかけるんだよな。上手にいくかな、本当に心配で。ここでね、返すよ、一回。早いかな、いいかな、早いかな、いいかな、いけるな。一回返してみるね。ほっ、この余ったせんべいとかをね、この中にこうめくってね、こう入れて、で、そこはね、こうギュウギュウ落ちとったんだよね、こうやって押さえて、このコテでこんな感じにね、押さえとった、こうギューッつって。で、ね、歌いながらおばちゃんがね、焼いてたね、記憶があります。なんかね、聞いたこともないような歌を歌いながらこうやって焼いとったね。まあ、今こういうね、お好み焼き屋さんも、まあ、僕らの地域でもないんで、食べたくてもね、もう自分で作らないと食べれないんで、今日ちょっとね、久しぶりにね、懐かしいものをね、やってみました。そう、地域によってね、やっぱりこういろんな焼きそばじゃねえわ、お好み焼きもね、あると思うんでね、またねコメント欄で教えてくださいね。あとは松茸なんだけどね、このまま松餌っていうのはね、本当にこういうちっちゃいこうテントみたいなところでね、作っとったおばちゃんで、キャベツとかもね、こう干して外でね、ちょっとこう水分飛ばしてあった記憶があるね。これベタベタしない、こうサラサラしたキャベツを使ってたようなね、
そういう記憶があります。俺いつもねこれ濡れたままやっちゃうからベチャベチャになっちゃうのかなと思って、今日はねちょっとこうあんまりベチャベチャのキャベツは使ってないです。これどれぐらいがね焼けた合図かがちょっとわからんだよね。でここに卵をね、もういいね、だからこれをこう割ってね、でこれをここにぶつける、こういうこういうスタイルだったね。さっき聞いたらね、じいちゃんもね昔この松江さんのお好み焼きはよく食べたよって言ってたよ、ね、まあ、そういうのしかなかったしね、じいちゃんの世代はね。で、まあだいたいこんな感じになったら行っていくよ、よっほっ、こういう感じだったね。で、これを醤油、これ醤油なんだけど、醤油をね、こういうハケでこう塗ってね、そこはね、確かにここ折り曲げとったんだよな、こんな感じで。あ、折れちゃった。こういう形だったと思うんだよね。こういう形で、これをね、また上から醤油をピャーと塗ってね、ピャーと。で、これを、紙に包んでね、こう昔だとこう、なんだろう、新聞紙じゃないけど、ちょっと厚い、こう、肥料を入れるような袋の、こう切った紙があって、でんぷんとかかな、でんぷんが入ってる袋っていうのかな、あれを切って、それをこう包んでね、こう、食べたね、記憶があります。まぁ、ちょっとじいちゃんにね、先食べてもらうんで、まぁ、じいちゃんと思っても。これでね、とりあえず完成なんで、これをこう、乗っけてね。これで一応、とりあえずね、完成。完成。じいちゃん食べてもらおうかな、気温で。もう一個その間に作るから、おじいちゃんちょっと食べてみてくれ、その間の俺の分作るから一回これ食べてみて。ちょっと松江さんのお好み焼き作ってみたんで、ちょっと待って、箸だ。じいちゃん昔よう食べたんだろう。うん、これはうまいで、これこれいただきます。はい、食べてみてください。これ再現してみたけどどうだろう。ちょっと待っとうな、薄い生地が。じゃあここの合わせた時のまた薄いわ。また薄いんだ、うん。さ、俺素人だから味違う？もうこれの方がな、ちょっと松江さんになっとらん、うん、そうだ、こんな感じだったよな。でも使っとる具材はこれで合っとると思うんだよな。俺は毎日食べるよ。毎日食べてたんだ、若い頃。松江さんとカワヤしかなかったもんな、昔。俺はカワヤよい感じやった。行かなかった。俺カワヤよい行ったよ。カワヤのお好み焼き一番好きだった。俺もほぼ毎日行っとったからな、ちっちゃい頃。作り方はちょっと下手だけど、どう？うまかった？うん。マセサだったか、マセサじゃなかった。ちょっと違うな。ちょっと違うんだ、厳しいな。おい、俺は用意した。ごちそうさま、ごちそうさま。まあ先生みたいな。先生なんだ。はい、こういうね、なんだろう、小麦粉をひいてキャベツを乗っけるこのお好み焼き、めっちゃむずいよね。なんかコツがあったらね、教えてほしいぐらい。これ混ぜるやつだったら僕でもレシピ通りやればね、綺麗にできるんだけど、これがね、本当にね、できんね。よし、そろそろね、卵をね、はい、これですよ。よいしょ、こんな感じでね。本当はね、もっと卵が全体に広がるとね、よかったな。よし、じゃあ醤油をね、塗るよ。ピヨンつってね、折り曲がらんな。最後ね、醤油をね。じゃあこれで完成。はい、じゃあ手を合わせていただきますね。うまくできたかどうかちょっと食べてみますね。なんかね、やっぱね、イメージと違うんだよね。上手にできんな。ちょっとべちょっとしちゃうんだよな。じゃあこちらね、もうキャベツが、はい、いただきます。ちょっとね、違うね、昔食べたやつとはね。
あ、でも真ん中辺は昔食べた感じさ、こんな感じさ、醤油がちゃんと味がついてるところは、あの昔食べたね、松江さんのね味にちょっと近いかなという感じ。懐かしい、めっちゃね、ちょ懐かしいよね、これ本当に。100円握りしめてね、よく買いに行ったんでね。僕はあの卵入りが好きだったんで、卵なしはあんま買わなかったですね。本当は箸じゃなくてね、こう手で持って食べるともうちょっとね雰囲気も出てね、いいのかなという気がしますけどね。でもね、これはこれでね美味しいんでね、みんなね、見てる人もね、一回挑戦してみるよって人はね、やってみてくださいね。こんな感じの味だったわ、これね。うまっ。隅っこはちょっとイマイチだったけど、真ん中辺はね結構うまい。久しぶりに作ったね。昔作ってね、めちゃめちゃ失敗しちゃって、まあ、家族から禁止令が出たぐらいあんま上手じゃないんで、僕お好み焼き今日はね、まあまあまあ浸透できとる。今までの中ではね、今までの中では最高得点、うん、もう生姜がね結構アクセントになっててね、うまいね。はい、ごちそうさまでした。ということで今日はね、僕がね子供の時にね食べてたお好み焼き、松江さんのお好み焼きをねちょっとね作ってみました。自分の中ではまあまあできたんで、まあ自己採点でいうとね、まあ、80点ぐらいの出来で今日はできたんじゃないかなという感じがします。またこういうね、この地域地域のね懐かしいものがあったらコメント欄でちょっと教えてください。それをね、僕は食べたことないけど、こうレシピ調べてね作ったりしてみて、こう昔懐かしいシリーズみたいなのもねちょっとやっていきたいんで、またちょっとねコメント欄でね、昔懐かしいこういう食べ物があったよっていうのがあったら書いてみてください。でもう一つね、今日はこの食べた後に僕が昔懐かしいゲームをね、ちょっといただいたんで、欲しかったそのゲームのやつをいただいたんで、ちょっとねちょっと遊ぼうかなっていうね、懐かしいシリーズなんで、じゃあ今から片付けてねちょっとゲームやっていくよ。じゃあこれね、懐かしいゲームはね、こちらセガの、アストロシティ、タイトルが、37タイトル入ってる、昔懐かしいゲームがね入ってるゲームです。アストロシティ、これ欲しくてねもらっちゃったんで、ちょっとやっていくよ。僕はね、セガのゲーム好きで、セガサターンとか、あとドリームキャスト、あとメガドライブミニもね、持ってます。この中にね、僕はね、昔ね、そのゲームがやりたいがために、このセガサターンを買ったっていうソフトが入ってるんでね、この中にね。ちょっとやってみようかな、久しぶりに。で、オンだな。ちなみに僕がね、懐かしいゲームっていうのはね、バーチャファイターっていうねゲームなんだけど、これをねちょっとやっていくよ。これがやりたくて昔ね、セガサターン買ったんでね。パンチキック、ガード、パンチキック、ガード、パンチキックだね。はい、今からだ。これで僕はね、忍者だな、忍者。やべ、久しぶりだもんね、これ。まあ、やべ、やっべ、やっべ、やべ、ガードだ。え、よし、勝った。ギリギリ。懐かしいな、これ。やべ、あと必殺技とか分からんだよな。もう負けちゃった。必殺技とかあったと思うよな。やべ、パンチばっかの強いから。やべ、やべ、やっぱ、あー負けちゃった。コンピューター強いな。これ久しぶりになるとめっちゃむずいな。ちょっとコンティニーが勝つまでやろうか。僕はね、結構このセガのゲームだとクレイジータクシーっていうねゲームが好きだったね。クレイジータクシー、みんなやったことあるから。まあ、やべ、負けちゃう。喋っとると負けちゃうな、これ。やべ、よし、よし、勝った。勝っちゃった。みんなね、気になる人は概要欄の方にね、ちょっとこのゲームのね詳細貼っていくんでね、また見てみてください。ということでね、今日はね懐かしのシリーズでした。またねシリーズ化したいんで、懐かしいなんか食べ物あったらみんなコメント欄で教えて ね。今日じいちゃんもね、なんか懐かしかったよって言ってたんでね、食べてってことなんで、バイバイ。みんなもやってね。難しいよな、ちょっと違うゲームにしようかな。あー、ファンタジーゾーンやったな昔。これめっちゃやったな。これ
輪車なんだこっちは。輪輪車ね。これだ。やべ。むつ。これゲームオーバーなんだ。はーい。まあ、ゆっくりやっていくね。はーい。じゃあねー。